みっちゃんばかりはお正月「ラブサタ」192回目さあ今日はなんかやっぱすごい慌ただしくていろんな事件が起きたかな <laughs> 本当にあのいろいろあったから <laughs>、うん、<laughs> またほら「ブラサタ」でねそ<う>こう初めてちゃんとあの防災のね,災ね専門家の方をお呼びして、はい、お話を聞いたりしてたんで、ね、緊張がちょっとやっぱあそこでパンってはじけて、ね、しまったので。<laughs> お正月はもうだいぶ過ぎてますけどね <laughs> <laughs> あのねなんかね「うん、高井さみでした」って言った後ね、うん、あさみさんがちょっと笑ってんなって思ったの <laughs> あれって思ったんだけど <laughs> <laughs> 思ったあの時はって思ったんだけど。うん もう言った瞬間に気づいたかなって思ったんだけど、顔見た瞬間に、あ、わかってないって。わかってなかった。なんだ、あささんがちょっとふってなってたから、笑われることなんかしたかと思って、ささっさって計算して、あっでも、もう終わってた。もうね、フォローする時間もないんだね。そう、マイク乗らない時間だった。やっぱね、あの、だから逆の気持ちがわかったよね。みっちゃんの気持ちがわかった。あーって。 言ったそう、今日ね、ブラピーいたのよ。ブラ、そう、ブラピーね。そう、ブラピーに、あさみさんのやつだよね、それって言われて。あさみさんのポジションって言われてましたよね。取らないでよっていうね。いや、そんななんかこう、会話がありましたけどね。気をつけよいあのね、もうね、作っちゃってたのね、定型でね。 <laughs> まあいいんじゃない <laughs> たまに,にはだってそういうこともあるでしょそうそう。そうだで、ほら、1月だから、やっぱ1月は,は、<laughs> そう、何かがあるのに。本当と気をつけなきゃダメ、1月は。<laughs> そうなの、ハプニング対象。<laughs> <laughs> 今のところ、今1位だね、これ、うん。だね、やっぱりね。あざみさんの噛みっぷりも今日ひどかった <laughs>。今日 <laughs> すごかったね。今日った本当に、あの、ね、本当に噛んじゃいけないところで、噛んでしまいまして。<laughs> うん、<laughs> でもね、本当に皆さんこれだけは分かってほしい。気持ちが、 こ、うん、もりすぎると噛むっていうこと。<laughs> <laughs> そうだね。これ、ね、思いが先に出ちゃう,んだ、ね、そう。伝えようっていう思いがね。そう、そプロとして失格なんですけどね。<laughs> 本当にね。伝わらない。えー、<laughs> 大丈夫。伝わってるよ。大丈夫。うん、大丈夫ん。まだね。完璧じゃないからね。私は、うん。<laughs> 常に完璧にななることはないんだろうね、うん、完璧を目指して常に常に日頃コンティニューしております、うん、完璧になった瞬間に「ブラサーター」終わるよ <laughs> そうだよこのマット差 <laughs> がいいからそう,そうなんだよね <laughs> さてあさみさんね今職場でほぼ1週間エッサ担当業務で疲労困憊のため今週はこの辺でっていうことです <laughs> <laughs> その担当業富士山のね綺麗なお写真いただきましたよ本当に美しい富士山ねしっかりと雪化粧してお二人と同じように美しい姿を毎日見せてくれています私は <laughs> いつも雪化粧だからある意味 <laughs> 毎日富士山に励まされてますそうですね <laughs> でもやっぱりね <laughs>、うん、富士山は 見ると元気になるというかテンション上がるよねなんだろうね、うん、富士山と東京タワーは見るとテンション上がる上がる東京タワーってなんだろうねあれや,やっぱねなんか高いものっていう高いそう,、ね、そうなんかあここからも見えるんだみたいな感動みたいなのが常にどこにでもある、うんうん、ね本当だよね、うん、不思議だなって思います日本のシンボルだから本当だね、うん、富士山はね どうしたの今日。いや,いや、いいなと思って。これやっぱちょっと飾っときたいね。そうだね。ここからは山は見えないので。そうなんだよ。あぞもね、残念ながら。んなんで、ここにちょっとこう,こう、カレンダーのところに貼っておきましたあ、いいんじゃない ?1 月のカレンダーのあのね、こう隠すように。<laughs> 写真をね、はいえー。そしてライオンちゃんです。はい、昨日2年生の子供と結婚について話していたのですが、<laughs> なんでよ。<laughs> その時に、俺は結婚しないもんって言って言うので、うん、そんな奴に限って早く結婚してみんなびっくりするんだよと言いました。それと、しないもんお父さんとお母さんと住むもんと返されて、いいね、その姿に思わずええー、子やなと頭なでなでしてしまいました。うん、かわいいね。うん、さて今から友達の結婚式に出席のため、初新幹線に乗り、徳島から静岡へ向かっております。<ー>大学の時の元彼女にも再会予定。 ま,まあこれは後ほどって感じありますけどあ,あら気になる <laughs> あ大学の彼女あれあのゼミの子じゃなくてその前じゃない 携帯ラジオで聞いていますが、うん、今新幹線なのでね「ぶらさた聞くと120%笑うのが予想されるので、うん、このためにマスクを買い、うん、笑いをこらえていてもわからないようにカモフラージュは完璧ですイエーイ!」って感じになる <laughs> しかし長い間乗るので、うん、本も持ってないし「ぶらさた終わったら何しよう?」と考えています、うん、お二人は旅行など行かれることが多いと思いますが、うん、乗車中何をして暇つぶししますか是非実行に移したいのでよろしくお願いしますそれではまた行ってきます」ということで。 <で>うん曲聴いてるかなラジオかなああ<ー>今もうほら携帯でも聴けるんでねそうだねラジオ聴いたりとかあと雑誌ですね行く場所の,あのガイドブックとか見ますよ私,は私も結構雑誌か本持ってっちゃうかなそうだね イギリスの旅行では飛行機の上でずっとルールズ読んでました。<laughs> <laughs> ダメよって言われたやつですけどね。あれし、あの、ゆずさんにね、もう本当に一言バシッと、<laughs> ダメって、ルールズはダメって言われましたね。もう今の時代とは違うからって言う,う確かにね、違うのよ。だ。ってもう電話がさ、まだ携帯ない時代の話だから。そうだよね。 そうだよただやっぱりもうちょっとその、まあね、全部を飲のみにするのは良くないと思うけど、うん、ある程度やっぱその恋愛の根本的な部分っていう意味で言うとまあでも確かにそうだよねっていうところはあるかなって思うの、ねまあまあ、参考程度にねあんまり相手に合わしすぎないとか相手のペースになっちゃって相手はもうそれがさ、うん、もうやってくれるもんだって思っちゃうから。 甘えすぎちそうそうそう,そうするとあの扱いが雑になってきますんでその辺はある程度その自分はそこを流されないよっていうスタイルをやっぱある程度こう持ってないと、うんね、そ恋愛もねやっぱちょっとこううまくいかなくなっちゃったりとかそうね、うん、だって相手にずっと合わせてたのに突然ね「それやりません」とかになったら「うん、もうどういうことだよ」みたいなことになっちゃうからね。 ね、だからその一、うん、日でついていかないとかそう<ょ> <laughs> それはそうは時代関係ないよ関係ないでしょ関係ないよそうなのよ 1> 私一日でついてったことないもんでもい,いるんだってそういう人がまあいるよ、うん、周りにもいましたよ <laughs> <laughs> おい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 安売りすんなって私何回か言いましたけどねそういうことでしょ、うん そういうういことになっちゃうんですよ、ねね、だからそんな人いるのっていうような人もやっぱね、うん、いろんな恋愛のスタイルがあるからそうね、うん、恋愛のスタイルね <laughs> うんまあだからそれは良くも悪くもねうもうこれは多分なんかゆずさんが頂っとなんか一括が入るんでしょう、ね <laughs> フラピーニまた責められてたね浅見さんそうなんですよねゆず <laughs>、ね、さんがいるとどうしてもちょっとその辺を深く掘り下げたくなっちゃうんですよね,そうだね聞きたくなっちゃう,うやっぱ女子的には気になる話題、うん、トピックスだからだ、ね、<laughs> いやあのライオンちゃんの,その元カノとの再会も<あ>ちょっと気になるよねそうそうやっぱさ昔の彼女とかさ昔の彼氏ってさ <laughs>、うん、<laughs> 気になるよね 気にならないって言ったらになるでしょ私フェイスブック見ちゃった見たあのねやってないんですよ私だから「ブラザタ」で初めてだったからどう見るとかも分かんなかったんだけどいろいろねやってたらあれこれ見れるなと思って友達に「えこれさ足跡とかつかないよね」とか言ってミクシーじゃないんだ 確認してちょっとのぞいてしまいました <laughs> ああもう,もう最近じゃないそれそう <laughs> でもね,ねそんなに基地アップしてなかったからど,どうだったやっぱ変わってたあのね写真は何回か見てたんだよね、うん、同級生だったから、うん、なんかそれなりにつてはあったので、うん、みんなで集まった時にいたよとかで写真を見てたんで、うん、まあまあって感じでしたけどもうご結婚されてる してないっぽい。でもね、わかんないんだよね、フェイスブックだとね、ちょっと。意外と家族乗せないパターンありますからね。ありますあります。私の知り合いの方は、まさに同じことこの間していて、なんかちょっと寂しくなっちゃったんだって。寂しかったわけじゃないよそう。 <laughs> いいよ別にそこはだからフォローしなくて。今の話は置いといて、<laughs> その友達は、うん、あの、どうしてんのかなって、こう、ふと思い返してしまったそうなんですよ。うん、でこう、検索したらパッと出てきて、うん、わーってあの頃がい一気に蘇ってきて、なんかね、見てたらどうやらちょっと独身っぽいなって思ったんだって。うん。で、友達に電話をかけさせたらしい。<laughs> すごいでしょ <laughs> すごい そう私もねさすがにそこまでやったことない。でかけさせたら、うん、なんか電話の奥で「子供子供の泣き声がする」って言って「あじゃもう切って切って」<laughs> <laughs> すごいもうそれで一気にこうねもうあっという間にこうそのストーリーは終わりっていうね<あー> <laughs> 始まるかもしれなかったの <laughs> そうなんだ。だからチクチュンって鳴ったってわけでしょね<ー>その時に ならなかったよ私は。<laughs> なってないけど。<laughs> いいよ、いちいちだから、こう、リンクしなくていいから <laughs>。<laughs> <laughs> ほら、もう時間なくなっちゃったじゃん、<laughs> こんな,な。<laughs> ちょっと、ちょっと伸ばすじゃフェイ、うん、じゃ5分ぐらい ?5 分ぐらい伸ばす。かフェイスブックやっぱね、あるよね、そういうの。怖いよ。だって私もやったもん、同じこと。<laughs> 見ちゃうの。初恋の人だ,だけどね。あ、そう。だからね、それをちょっとね。うん、じゃ私はもう申請した方だから。<laughs> <laughs> 友達がだよ。 友達ね、誤解のないように言うよに申請したんです <laughs> <laughs> 怖いね、あれね。怖いね。もう見ててさ、キャッキャ楽しんでたら、ポチって押されちゃったっていう結末ですよ。<laughs> そんなひと幕もありました、ね。<laughs> 怖いよ情報のもうだから,いだから自分がやってるってことは相手もやってるかもしれないってことよそうよねうほら最後から2番目の声でもあったじゃん検索かけてみちゃったっ、ね、て <laughs> <々>もういないねっていうこのように <laughs> <laughs> そうだから、ねねね、<laughs> 年齢もあると思いますけどね,ねいやでもや気になっちゃうやっぱり。 どうしてんんのかななはちょっっと気になるよね、うん、やっぱり、ね、だっていません今ねこの YouTube 聞いてくださってる方検索したいなと思う人いませんいますよ検索してどう,だかどうだったかっていうみんなにちょっと報告してもらいたいねね <laughs> <laughs> そう検索してみようか、うん、みんな <laughs> それはもう別に、ね、検索集か。でもさ検索ゃそ,れそれで結婚した方いらっしゃったんだいたリスナーさんで。 いいたいたあの S で娘さんだったっけね、うん、娘さんが SNS でね、うん、初恋の人だったんですっていう話で、うん、実はっていう素敵ではあるけどね、うん、そういう出会いもあるってことでしょあるってことあるってことだけどやけ,やけぼっくりに火がついちゃう <laughs> いでもさもう私たちの年齢だとね 相手がいる場合の方が多いからまあ大体だってもう皆さんこうご結婚されてる方の方が多いでしょそうだよね、うん、でもその時にさ相手がさまだ独身だって分かったらみんなどうすんのよやっぱんかアクション起こしちゃうのかなお互いに一人だってなったらちょっとアクション起こしちゃうのかしらメッセージとかね,ねそこまで勇気ないか、うん、なかなかの勇気を、ね、連絡するって。 だって、帰ってこないっていう可能性の方が高いんだから。まあ、そうだよね。うん、考えてみた。でもそこで傷ついちゃいけないわけ、本来ならね。そう。それが普通だから。だけど、絶対に傷つくから。だからみんなやらないのよ、きっとそこまではね。そうだよ。ダメダメ。でもほら、100回叩いたら壊れる壁だっていう。そうだね、99回だったかもしれないからね、それ。に壊れるかわかんないわけ。叩いてみないと。 <laughs> 別に推奨してるわけじゃないよ。ね百100回たいたってもしかしたら壊れないかもしれない、うん、でもきっかけとしてはねあるからね、うん、そういう出会いもね,う,ねうん、うん、なんかさそういうさなんていうかなこの懐かしい人たちがこう集まるみたいな <laughs> 何それ <laughs> みたいなテーマ <laughs> みたいなテーマテーマっていうかさ、うん、なんかこうなんていうの会いたい人に会えるアプリみたいな <laughs> <laughs> そんなんできたらいいね。 とこみつさんいつも泣いちゃうやで、ね、うでもなかなかきっと迷惑かもしれない <laughs> そうだよ相手が会いたいと思ってるかわかんないからそうだねそういうことなんだよねじゃフェーリングファイブみたいな感じでかさでもその「ブラザタ」がさこう成長していった暁にさ <laughs>、うん、そういったことができたらいいよねあそうだね、うん、なんかなんとかラジオネームのさ、うん、A さんがこう言ってるんですけどもし B 子さん聞いてたらメッセージくださいみたいなさ <laughs> ねそれで。 相互でできたらすごい出会うラジオなんていうかそういう出会えるラジオなんだろうねもうちょっといいねみんな考えがそれはハートに火をつけてできないうね本当に火をついちゃうよそれでも確かにそうだねそういうのはいいねいやまあでもあさみさんのザナイトうちもうしれなくなっちゃったよあーもう時間ないね結構なね受注数きたら から <laughs> 皆さん本当にありがとうございますやっぱね<う>大西さんもねやっぱトークはねカッコよかったよ <laughs> ブラサタにはないやっぱりねカッコさのある番組だからあそうだね、うん、し,し,しブラサタってどういう番組なのって言われたんで、うん、一応あのただただゆるく女の子二人がガールストックしてる番組ですって <laughs> 言っておきました正解です。うん <laughs> <laughs> なんでね、まあ、どれだけね、ザナイトのリスナーさんがブラサタを聞いてくださってるかわかんないですけども <laughs> ね。はい。ぜひね、あの、ブラサタも、<laughs> はい、あのザ、ザナイトのようなね、うん、番組も今後やっていけたらいいなとい。<laughs> ブラサタじゃないとやりたいよね。<laughs> やりたい。うん、ブラサタじゃないとやりたいです。やりたいね。<laughs> ナイトサミーでお届けしました。